神奈川県立神奈川総合産業高等学校は、神奈川県相模原市南区に所在する公立の高等学校愛称は主にリサと呼ばれ、他に総合産業と呼ばれることもある。神奈川県発の総合産業科を設置。また、初の単位性専門学科でもある。工学系、情報系、科学系、環境バイオ系、どの分野にも収まりきらなかった分野からなる。 リベラルアーツ分野の 4K1 分野から自分の興味のある科目を自由に選択できる。しかし1年次の時間割は必修履修科目でほぼ構成されるために固定時間割が多い。2年次からは1週間すべての時間割を自分で選択できるようになる。2009年度から2015年度まで SSH の指定を受けていた。愛称のリサはリベラルサイエンシズ アーツアカデミーの略称であり、愛にはインターナショナルの意味も含まれる。稀に LISA やリザと表記されるが、これは誤り。定時制総合学科を併置し、そちらの愛称はリザとしている。ボーリング部、スケート部では全国大会に出場。野球部は H24 年度甲子園神奈川県予選で競合の浅水大高校に初勝利。 効果がないことでも話題になった。相模大工時代、漆黒のジャージで高校ラグビーの頂点を極めた歴史のあるラグビー部は校舎建設で一時休部となったが2011年に新たにリサダカラグビー部として復活。H24 年度の新人戦では生田高校との合同チームでベスト16になった。H23 年度から2連覇時代の顧問である。 日原治先生が着任し、H24 年の神奈川県花園予選で初勝利を挙げ、H25 年からは数少ない公立高校のラグビー部として人気が上がり、部員数も増えて今も単独チームとして活動しているリサダカ大高ラグビー通信へ複数の部活動への加入も認められている。テニス部と軽音楽部。 バスケット部とロボメック研究部などこの高校ならではの運動部と文化部を兼務している生徒も多い。神奈川工科大学等近隣の大学で研究したり、講義を受けている。相模原市南区文京1-11の一部活動。 同行回答一覧に h t t p w w w k a n a g a w a s o g o s a n g y o h p e n k a n a g a w a g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  n g a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  a g a a g a a g